ラシナトラオレはコートジボワールアビジャン出身のサッカー選手。CFR クルジュ所属。ポジションは FW。2006年からコートジボワールの伊勢クミモザのユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年にスタートアビジャンに移籍した。2008年にルーマニアの CFR クルージュに移籍。2011年2月、ロシアプレミアリーグに昇格を果たした f c クバン。 クラスのダールに移籍した。2011、2012シーズンでは38試合に出場し18得点を挙げた。2012年6月初旬、FC 安島8からへ移籍と国内の複数のメディアで伝えられ、6月29日に正式に移籍した。2014年1月4日、リーグアンのエース、モナコに移籍、4年半契約を結んだが、1月24日、 エバートン FC にレンタル移籍した。エバートンではリーグ戦1試合の出場にとどまり、その後モナコに復帰した。2016から17シーズンは PFC チェスカモスクワとスポルティングで基本。2017から18シーズンはアミアン SC にレンタル移籍した。2019年2月、ハンガリーのウーイッペシュと FC に移籍した。 2012年11月14日のオーストリアとの親善試合でコートジボワール代表デビューを果たし代表初得点も挙げた。ありがとうございます。